92代目自民党総裁麻生総理の誕生の巻。総理就任おめでとうございます。麻生総理は国益や国民のことだけ考えてくださいね。総理、幸せ太り野口さんの夫は、DDJ の P なんですよ。あお、もう、麻生さんたら。サンタ先輩派遣。しかし、自民党にも疲れちゃうわ。どうして DDJ に気を使うのかしら？それに、ラネオンのマスコットも毛虫になるってどういうこと？それって私たちが、毛虫より、ブスってことなの？水着にもなってあれだけ、頑張ったのに。ショックだわ、姉さん。どうしたんですか、サンタ先輩。どうしたんですか、サンタ先輩。来年のマスコットオーディションで、毛虫に敗北したのよ。本当に納得いかないわね。もしかして、落選は、あなたが原因ではないの？そうよ、あなたが出演している動画は、拍手が再生の域だったわ。つまり、あなたがブスだったのがいけなかったのよ。ひどいっす、桜子はブスじゃないですよ。桜子は、悪くはありません、可愛いっす。まったくやれやれだわね。